お疲れちゃんです。ラットです。さあして滑舌失礼します。股間上げひどいないや初ひどいというわけで今ね韓国来ているというわけで今韓国に来て2日目、イエーイって感じなんですけど、やばい、もう死にそうなくらい疲れた2日目よ。普通に考えたら楽しいっていう、普通はね楽しいと思うんですけど、もう死にそうっすね疲れた。マジでもう移動とか撮影とか今日あって、もうそれでバチクソ疲れたっていう話をまあ後でやりたいな。はい、というわけで今日はロイ、このロイを使ってまあマルチかなって言ってやっていこうと思うんですけど、なんだろう、今期いろいろ使ったんですけど、なんでこのロイはランバーなんでしょうか。分かんない、今流行ってるから。なるほど、今流行ってるのを僕は今パクって使ってますというわけで、はい、まあ、ロイランバーのファイブのテンプレで眠いね。甘い、眠くない、甘い。誰だよって思われてるよ多分視聴者。それがそう、ファノスに一緒に、まあ、今回から、まあ、加入したコタなんだけど、コタなんだけど、はい、あの普通に僕と同い年で、うん、コタって言うんだけど、うん、とりあえずすごいのが滑舌がマジで悪い。これネカじゃないんで真面目に話すけどすごいよな、一生ネタにできるよ。美味しいような美味しくないような、やばいんやな。だから微妙じゃない相性。うん、アーチャークロスって何これ。あー、テスラか、やばい、頭が回ってない、これちょっとやだな。まあでもよくはないですけど、あのロイジェイってクロスに相性いいように見えるんですけど、あのあれなんですよね、実は5分くらい。でも5だったら相性悪いまであるよね、うん、もう気持ちいい。これ5か。あー、そう、若干だるい。そう、結局は突破できないっていうので、よいしょ。まあなんだけど、まあ頑張りますね、とりあえず。基本的に、まあロイでクロスを受けるか、まああんな感じでボーイクロス置いてきたら、まあとりあえず壊す、ロイで壊すんですけど、うん、まあロイがなかったら、タルババ5かタルババプラスのユニットで溶かしたいですけど、まあ基本的にロイでいいですね。基本的にロイでいい。これはもうメガゴで多分壊せるでしょ。あ、ごめんなさい、俺のメガが早かった、ごめんなさい待って、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、だいぶ、だいぶあのオーブンのおかげし、よしよしよし、うん、まあまあですね、今のはちょいタイミングの測りミス、まあまあ、でこれワンチャンあれだね、これタルババがターゲットったらロイが入る、まあ逆でもいいんだけど、うん、ババが入るね。よいしょ、これもう一発入る、うん、いい、すごくいい。よいしょ、で、そう今日は2日目なんですけど、何したっけ、そう、まあ午前中、なんか午後からなんか撮影があるみたいな、なんか、まあ、とりあえず説明会みたいなのがあったんで、そのまあ午前中にまあ1対1とか、まあ、そのチーム練習して、うん、なるほど、午後から、まあ、その説明会みたいなのを受けて、でまあチームの何人かが撮影取材みたいな、なんか煽りビデオみたいなのすごい撮ろうとするんですよね韓国の人、やばい、これやってるかも。あ、まあまあ、外した、まがまえ、このタルババでクロスにちょっかいかけるのすごい大事なんですね、マジ。これ別にオッケーオッケーあるんで、よいしょ、ロイジャイない時のフェネクロスは言うて守るから、うん、そうだね、ロイジャイない時のここの2周目クロスとか押されると、うん、すごい厄介なんだよねって。俺はこのファイブもあんまいらないもんだろうね、うん、逆にこの次で詰んじゃう、もう1周回してあげるってしたらやばね。俺も回転早いから、これはベビーでいいよね。よいしょ、美味しい美味しい、これ美味しいか、これめちゃくちゃ美味しい。なんでアイスペーターゲン、いい、ここで結論、これはいけた説ある。これ2周目ごい回してもまあまあいいし。いい。これはこれもシンプルにユニット、俺。いい。あ。あ。いや、いい。いや、守れる、大丈夫。しかもこれを。いい。相手は消す、うん。テスラ、テスラ。だな。で、これエリキがいい。いい、いい、この角度はめっちゃいい。いい。すごくいい。からのユニットつけ足して。
これもテスラないあれだ、まあクロスとかって出てくるからユニット付け足して、はい、いい、これもファイブって、はい、滑舌失礼します、コタです。いやこの挨拶いいな、使わねえけど絶対。おえちゃん、お疲れちゃんが来たかい。やいや、俺もね、だってさ、最初から最初何学か適当にあってか、はい、どうもらったですぐらいだったの。俺が普通か。でも正直俺も若干滑舌その言えない時があるから。じゃあ仲間ちゃん。いや違う違う、あの悪い方だと思ってたんだけど、すごいのいるんだな。それを見て希望を感じた。希望というかすごいのいるなと思った。まあこれは褒め言葉でもあり、褒め言葉としてうちどろ、まあまあオーブンであげような。これセムファイブやってるかな。いやいいと思う。本当に？え、ロイ回りくね。危ねえ。これでもワンチャンやばいかな。ワンチャンワンチャン。これランバー前にして。全部これをすげえ。え、これワンチャンやばいかな。いや、ワンチャンやばい。いや大丈夫。危ねえ。オッケー。いい。よいしょ、グッドゲーム。まあまあまあ。まあまあ、なんで後ろロイ結構やっていいと思いますね。その瞬間の逆サイさえ守れればなんとかなるんで。後ろロイしか絶対っていうか、ほぼほぼ相手は逆サイクロスボールだよね。そう、100で。がまあ防衛クロス立ててくるからんで、うん、あとは防衛クロスが残ってるところにしっかりタルババを転がしたりとか、ファイブウッズはあんまおすすめしないんですよね。結局なんか残るんで、残るし、そう、なんでこっちもファイブウッズ近いと休憩ないし、そう、あ、ゾロック、これあれだ、あの今回クララリーグターロンだ、多分ターロンっていう新しいチームがいるんですけど、そこのプロ選手ですね。去年はね、去年どこだったっけ、キックスだ、去年キックス、うわ最悪だ、もうないもうないない、あ待って、しかもあれだ、あれぐらい外した、やばい、エームがやばい、いや、あーファイブ、もうない、いや危ね、一発も入んな、うぃー、まあ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 、まあ、アイゴゲ、うん、あーいいね、これでワンチュンディガー飛ばしてくるかな、マスケ、これディガーがしちゃうね、あ、ほんとだ、ディガーにやつだ、いやこれランバーマスケだ、うん、これでランバー受けからのやめて、あ、あそうか、これあれっすね、ランバーマスケのディガーがない ISP 版のやつだな、鬼書いてないんだよな、単純にこれが強い、まあ、知ってた、うん、うわつれえよ、もうこのこれでつれえ、あ、はい、いやこれいやだ、おいや、ランバーバグって絶対なんかタワーの真上に行った瞬間に一発撃つのがやばい、やばいんだよね。でもこれは、頑張って耐えて後半まで行ってしまえば行きたいんだけどな。多分ランバーバルーン使ってる時に結構ロイがカモだったから。後ろロイとかしか全然めっちゃ回すけ、弱回ランバーバルーンかけちゅう。あ、終わった。後ろロイとか言うから後ろロイしたら。あ、いや、まあまあこれでフルカウンター、フルカウンター、フルカウンターで1個降りたいと思います。これはランバー受けてからのランバーから処理。いいランバー、いいランバー。OK。で、これ相手は多分、もう、あ、お前、喧嘩売ってるだろ、俺に。でも一発でいいから、ね、喧嘩売りすぎね、いいいいガンバーがいいし、あ、でここでコウモリか、え、うまい、それは分かってるな、いや、いい、あ、でもいいすごくいい、1-1学科は絶対有利でしょ、すごくいい、本当にそれは、いや、違う、キング狙うやつが、キング狙われちゃうな、これファイブ打ちたくないな、あ、危ね、うん、絶対これってキング狙えちゃうか、やっぱキングね、おしょ、でも絶対いい来てる、こういう感じ、これ繰り返して、まあ解約ファイブ打ってもいいし、そう、最悪ファイブでできるだけユニットで、できるだけユニットで、いい防衛ユニット、はい来た、はい来た、これしかも今ワンチャンロイ、これ絶対ちょっと横がうっとい、横にいるやつがうっといから、で調子乗ったらあのワンチャン負けます、調子乗らないようにしましょう、やばい、調子乗ったらごめんなさい、許して、いやけどなんだよな、ほい、オーブン残ってる、いい来た、で、あともう一回陰キャします、ファイブ打ってもよかったな、今の打ってもよかったな、いや、まあ、甘いオーブン置いとけば、あ、だこれのオーブンだと逆サイのあのこれ、そうで、これランバーにターゲットいかないようにしたかったのに行っちゃったよ、このファイブ打ちますね、じゃあ一回休憩します、
よいしょ。確実に守ってしまえば相手はディガーとかないんで、あのまあ爆破入っちゃうんですけど、オープンがまず相手が削れないんで、でも一回ここさえ乗り越えれば、てかまあオープンで釣れるんで、逆に今回はね相手からしたらすごい苦しい。でエレキとメガゴは絶対持っといて、もうこのランバーバーゲンして相手は攻め方はないけど、うん、まあ単純に強い。でもこれでまあ意外と相手のマスキー残ってるのはすげえ厄介なんですよね。もう一試合目されるとすげえ厄介なんです。でもまああとロイ一発、あ本当だ、ロイ一発ファイブだ、気づかなかった。はい、ということでフィニッシュ。さては素晴らしくね、素晴らしい。まあ最初やべえと思ったけど、むしろ1位になってよかったな。ギャグいや分からしたな。いいね、いいね、うん、韓国エピソードしたっけ。韓国エピソード、韓国何があったって。じゃあ今日撮影して、うん、なんかさ待ち時間だけで1時間ぐらいあったよね。いや言うて撮影組と撮影待ち組があったから、そう、なんか待ち組側は何もなく本当に 2,3 時間放置、やばいよ。いやまあでそういうのがありの、うん、帰りにまあご飯行きのかな、焼肉行ったね、先に行きましたね。そうで昼もまあバーガー的なの食ったんですけど、辛かった、あ辛くないんか、辛いの抜きにしたいんだ。結構あのポテトのケチャップ、うん、揚げちょっとつけから普通に揚げも辛かった。それは甘い持ってね、持ってない、ケチャップ辛いはやばいでしょ。いやなんかピリッてしたの、初心者だな。僕あの個人的にはそんな辛いの得意と思ってなかったんですけど、うん、去年1年かなってちょいと韓国経験して、意外と自分よりもみんなのが食えない。ケンロットとか、そうやばい。なんか普通になんかハンバーガー美味しいんですけど、ちょっと辛いんですよ、若干、本当に若干。けどテンロットもそれもなんかもう残してラットいるって甘い。だって普通に美味しい、まあ、辛いっちゃ辛いんですけど、いやでもそんなっすよ。そのラッカー食べたやつと俺が食ったやつ2個あったじゃん。うん、辛いか辛くないかが辛くないうまい方を取るやん。うん、まあね、まあね、まあ見学は辛い方、辛い方買っちゃったから、まあ見学が悪い。韓国の最後焼肉でビビンバ食ったやつもあれはねマジで辛いの。そのそのね差がすごい、辛いやつとほんのちょっと辛いやつもあれば、もうなんか一口食うだけでああみたいな、やばいよ、差がすごすぎて辛い。そうだから辛いの苦手な人からしたら、テンガットとかからしたらマジで地獄だよね。うん、俺も無理だもん。でもみかんさんも苦手って言ってたけど、みかんさんでも悪いことできるよね。けどその韓国で食ってて、もう食えるようになったって言ってた。なるほど、じゃあだから頑張って頑張ります。はい、というわけでふぅ、まあこんな感じかな今日。まあ、ロイジャイただ使いましたという感じで、2勝して、でそう、あの今期が長いんですよ。今期が上が、え残り12日あって、今上が67なんですよ。なんで、4体前が上に来たね。でも、多分世界1位ぐらいが72なんぼで、73に行ったことある人、多分誰もいなくて、でも73は絶対行くんだよね、多分見た感じ。75まで行きそうな勢いない。行かねえな。まあ、75、多分行ってすぐに74、75に行くと、多分もう、すごいゾーンまでなるんですけど、まあ、さすがに、まあそこ、一応目指して。頑張りたいと思うんで、はい、まあね頑張りますって感じですね。リーグもリーグ頑張ります。はい、というわけで応援よろしくお願いします。お願いします。あの滑舌悪いの失礼します。コタの YouTube チャンネルも一応貼っておくんで、皆さんぜひお願いします。始めたばっかなんでね、はい、ぜひぜひそちらの方も見てみてください。というわけで終わりしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。